スカルとクエストとボーリックの RS チャンネル。はい、どうもスカルです。はい、本日もよろしくお願いします。はい、本日ですね、いつもと始まりの画面が違うと思うんですが、これはですね、無課金アカウント作ってみました。昔使っていた携帯を新しく開いてですね、プロスピエース開いてみたらですね、なんとレベル2のプロスピが残ってました。おそらく前回も、1回だけなんか S ランク確定のガチャ引いたんですかね。その時に出たのがこちら西川選手だったようなんですが、今ですね、ちょうど感謝祭が出てますので、そちらの方を引いたら S ランク引けると思うので、こちらを無課金アカウントということで始めていきたいと思います。で、先ほどログインしてみたら、なんかお帰りなさいログインスタンプっていうのでゴールド契約書5連ゴールド契約書いただけたので、そちらの方も後で引いていきたいと思います。今回ですね、無課金アカウント始めていくんですが、こちらの方はもう本当に一切課金しません。もう一つのメインアカウントの方ですね、そちらはローマ字でスカルなんですけど、こちらカタカナでスカルでやってるんですけど、ローマ字スカルの方は、まあ、微課金ということで少し課金はちょこちょこしてるんですが、こちらは一切課金しません。で、メインアカウントの方ですね、ローマ字スカルの方ですねは、自チームジャイアンツ、まあ、僕自身ジャイアンツファンなんでやってるんですが、こちらはパリーグの方でやっていきたいと思います。自チームをですね、日本ハムファイターズでやっていきたいと思っております。ですので、こちらの無料10連の方も日ハムの選手引けたら嬉しいなとは思っておるんですが、まあまあ無課金アカウントなのでそうそううまくはいかないと思うんですが、とりあえずそちらでも頑張ってやっていきたいと思います。とりあえず、まあ、運試し、あとありがたいことに S ランク1人確定ですので、こちらの10連ガチャ引いていきたいと思います。早速引いていきます。お、流れ星出てますね。演出出たら2枚抜き回りますよ。こちらでは出ないですね。金文字か。いや、ここで2枚抜きしたらだいぶ美味しいんですけどね。お、こちらレインボーマン来ました。足青になってくれ。白か。打ち上がって調子くんは笑ってくれると。わあ、2枚抜きないかな。無課金アカウントで2枚抜きだったら嬉しいんやけどな。でも A ランクもとりあえず欲しい。出ないね。あ、山田哲人選手。それでは S ランクの選手はこちらです。石田健太投手。はい、ありがとうございます。ということで10連スカウト引いてしまったので、まあエナジーの方も40しかなくてですね、何もできる状態ではないので、こちらで5連ガチャも引いていきたいと思います。まあこちらはなかなか出ないかな。まあでも A ランクでもね、欲しいので。こっちの演出も結構好きですよ、僕は。何も出ないですね。まあまあまあ、これは仕方ないですね。はい、というわけでですね、あちらの5連ゴールド契約書、あとこっから4日連続もらえて、5日目には A ランク自チーム契約書みたいですので、そちらの方もやっていきたいと思いますね。はい、あとこちらのイベント、もう多分これは間に合わないです。ボーナスもないので。ですので、こちらは進めてはいかないと思いますが、これからもこちらの方もまあまあメインの方に比べたらやっていく頻度は少なくなるかなと思うんですが、こちらのイベント、アカウントの方もね、少しずつやっていきたいと思いますので、まあまあ今からプロスピ始めたよっていう方でしたり、無課金でやってるよっていう方は参考にしていただけたらなと思います。では、本日の動画はここまでということで、よろしければ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。